ですね、はい、楽しみです。関東地区代表北爪Hiroko選手、準々決勝次の試合です。主審竹内審判員、副審永井審判員、同じく田中審判員。浅田ゆかり、大柄な赤い帯を締めた選手、そして関東代表の北爪Hiroko選手、61キロ級のハミルトンの世界選手権の代表選手です。浅田選手は5年連続5回目の出場、一方の北爪選手は2年連続で7回目ということで、まあ、今年は10回の記念大会で7回以上の出場選手には表彰状が贈られました。開会式の後、この北爪選手にも手渡されていました。さあ、これだけの体重差、まあ、浅田選手は、まあ、本人の申告によりますと106キロということですので、もうちょっとあると思います、はい。まあ、61キロ級の北爪選手にしてみますとね、まあ、ほぼ倍近い体重差ですね。先ほどの二宮選手もそうですし、この浅田選手もそうなんですけれども、はい、やはり国際大会で勝てない一つの理由としてですね、はい、技の出が遅いんですよね。はい、いい技を持っていてもですね、今国際ルールですとやはり攻めないとすぐ反則を取られますので、はい、反則を取られると試合運びが苦しくなりますからね、自分で自分の首を絞めてしまうわけですよね。今両者に指導です。1分6秒が過ぎたところでした。まあ、海外の試合見てますともっと早めに来ますね、はい、ですから浅田選手なんかもやはり世界を狙うという気持ちがあるんであれば、やっぱり自分の気持ちとしてもっともっとやっぱり技を先にかけていくというのが大事ですよね。今は完璧にこう速い方の動きをしているのはもちろんこう北爪選手なんですが、速い動きにやられてますね。はい、今のような状態がこう、まあ、今試合始まってからずっと続いてますよね、でこういう試合ですとだいたい両方に反則ではなくて必ずかけてない方にだけ反則がきますから、海外では、はい、まもなく試合時間は半分になるところですが、相変わらず動いている北爪選手、どうし、足を取って後ろに崩そうというところですが、残り2分です。まあ、この大会は体重無差別ということで、はい、まあ、下は50キロ52キロぐらいの選手からですね、出場しているわけですけれども、まあ、本当に軽い選手たちも頑張ってたんですけれども、はい、この北爪選手がなんか最後の砦みたいな、そうですね、感じですからね、はい、頑張ってほしいですよね。北爪選手もなかなか好調で、途中素晴らしい、背負い投げの一本がありましたよ ね、まあ、平成4年の準優勝者の佐藤明子選手から背負い投げで一本を取っています。この大会は初出場の選手も多くて、比較的実力が競っている選手たちが多かったので、はい、昨年なんかに比べると一本勝ちは少ないような気がするんですよ。確かにそうですね、1回戦の18試合で今年は6試合しか一本勝ちがありませんでした。そうですね、はい、1回戦でそれぐらいということはかなり少ないんじゃないかと思うんですよね。ですから、この北爪選手の素晴らしい一本勝ちっていうのがひときわ目を引きましたよ ね。浅田選手はちょっと技が出ないですね。残り1分、今まで3分試合してきたんですが技が2つ出たかどうか。確かにですね、ええ、北爪選手の技がじゃあ効果的な技かというと、そうとも言えないとは思います。ただ、この辺りは審判がどう取るかなんですよね、はい、やはり攻めの数から言ったらはるかに北爪選手の方が攻めていますからね、はい、しかし今日は1回戦から登場した浅田ですが、まあ、試合が大詰めに近づいたところで、まあ、やおら大きな技を出して1本という試合が多くなっています。やはりそういう日の試合っていうのはトカカの1本を狙いがちっていうところもあるでしょうね。なるほど。残り30秒切っています。このまま終わってしまわなければいいんですけどもね。さあ、小内落としに行った北爪ですが、振り回す浅田、残り15秒です。
これは審判泣かせのと言いますかね、明らかに手数は北爪選手の方が多いんですが、そうですね、これはやっぱり味方ですよね、はい、時間がありません。両者ともポイントを上げられないまま旗の判定になりました。赤が上がれば浅田、分かれた主審は赤です。浅田選手2対1の僅差で準決勝進出を決めています。まあ、解説の山口さんもおっしゃいましたが、味方、今の試合そうですね、旗が割れましたね、はい、浅田選手の優勢が